こんにちは、にくです今回は、にじゅとエンミックスの 練習生時代の交流から最近の交流そして発言などすべてねまとめてみたので最後まで見てください。私はね、NiziU も n m i c もすごく好きなんですけど、まああんまりね交流というものはまあ韓国と日本だしないのかなと思ったら結構ねあったんですよ。なのでそれをねいろいろまとめてちょっと NiziU と n m i c の関係だったりも分かってくるんじゃないかなと思いますので最後まで見てください。まず JYP エンターテインメントの練習生としていたのが NiziU からマリミの3人、マ、ま、コちゃん、リーマちゃん、ミッちゃん の人そしてエンミックスはま全員ね練習生を経てデビューしているわけなんですけどまずこのマリミとエンミックスの入所日を確認してみると2015年にエンミックスのリリーーちちゃゃんんとジニちゃんが入所しますもうこの2人は早いですよねめちゃめちゃめっちゃ早いそして、えっと、2017年に二重のマコちゃんそしてエンミックスのヘウォンちゃんとギュジンちゃんが入所していますそして2018年にはエンミックスのジューちゃんとベイちゃんが入所し 2019年にはリマちゃんとミーヒちゃんが入所しています。そして2020年には一番ね、今回このデビュー組ではね、最後に入ったソリュンちゃんが入所しています。はい。なので、まあ、マ、ま、コちゃんはエンミックスのメンバーと比べても結構早めの入所であることがわかりますよね。はい。そして、あとミーヒちゃんとリマちゃんとベイちゃんに関しては結構あの、電車の中で3人が一緒にいるっていう写真がかなり回っているんじゃないかなと思うんですけど、この写真にもあるように、まあ、2004年生まれの の3人なのでやっぱり息統合しして仲良くななるののも早かかったたという,ふうに考えました、はい、そしてヘボンちゃんに関してはマコ、ま、ちゃんと汗水を流しながら一緒に練習したっていうのをね確か4トンかなんかでお話ししていたと思いますので、まあ、このヘボンちゃんとマコちゃんに関しても、まあ、同い年入所なので、まあ、やっぱ仲良くなったりとかするのかなとは 思いますね。そして、リリーちゃんとニナちゃんの海外出身で、メボコンビっていうのもね、やっぱりここはね、繋がりあるかなっていうか、まあ、ほぼね、境遇近いかなっていうふうに思ってたので、なんか似てるものがあるなと思ったんですけど、なんとね、そのニナちゃんがバブルでそのような、まあ別に仲いいよって発言してたわけではないんですけど、そのリリーちゃんとのことを匂わせるようなことを言ってたりして、なので、やっぱり境遇も近くって、やっぱこの二人が仲良くならない理由がないなっていうぐらい、やっぱり仲良くなったんだなと思うと、まあ、ここの共演見てみた もうニナちゃんともリリーちゃんのさ歌とか聴けたらマジでヤバくないまああるかなちょっとワンチャンあるんじゃないかなと思ってもうすごい楽しみにしてるんですけどそんな中で2019年の JYP の練習生のショーケースっていうものが、ね、ありましてこのリーフレットがあるんですけどそれをね見ると2020年に入所した、まあ、ソリュンちゃんはいないじゃないですかなのでソリュンちゃん以外のエンミックスのメンバーが今回この ショーケースに出演していて、そしてプラスで、あと、マリミが入っているし、あとこのショーケースには、ニジプロ、そしてオオカミちゃんに今回出演しているユナちゃんだったりとか、現在、ハイブの練習生になったって言われてるね、メンバーたちも出演する、本当に豪華なショーケースだったんですけど、そのショーケースについて、実はエンミックスがね、V ライブでちょっとね、言及してくれてるんで、ちょっとこれをまとめてみました。はい。で、まずね、ギュジンちゃんとジュウちゃんに関しては、ミイシちゃんとリマちゃんと同じチームだったっていうふうに言ってました。 で、このメンバーはキッズチームだったっていうふうに言ってて、まあ確かに、あの、エンミックスの中でもね、若い2人だし、20の中でも若い2人じゃないですか。なので、まあ、キッズチームとして出演していたっていうふうに言ってましたし、その他のメンバーもね、可愛かったみたいな感じで言ってたんで、多分覚えてるんでしょう。もうこんな見たいよね、無理だけど、見たかった。そして、まりみとエンミックスがどんな曲を披露したかっていうと、今回この2019年のショーケースは、まずオープニングっていうものがあって、オープニングは全員でやったみたいですね。この出演してた 練習生全員ででやったみたみいででそして次のねこのガールズワンっていうところのアブリル・ラビーンさんのステージに関しては20からミーシちゃんとリマちゃんそしてさっき言ったようにねエンミックスからギジンちゃんとジューちゃんが参加してたみたいですそして3番はジャパンっていうふうに書いてあるんで、まあ、これはねマリミが出演したんじゃないかと言われてますでその他にもねチャイナっていうのもあったんで、まあ、チャイナはその中国人メンバーの子がやるみたいな感じなんかなそんな感じなんで、まあ、この TWICE さんの なんだっけブレイクスルーはマリミのみんなでやってそうですよね。はい。そして4番のソロはエンミックスのリリーちゃんがやったみたい。ソロでさ、リリーちゃんやるとかもうすごくない普通にやばいよね。そして6番のガールズダンスっていうのがあるんですけど、これはマコちゃんが行ったのではないかと言われています。 はい。そして、8番のガールズボーカルっていうものには、エンミックスからヘオンちゃんとリリーちゃんが、アラジンの主題歌かなんかをねやったみたいですね。そして、11番のガールズ2っていうものに、エンミックスのヘオンちゃん、リリーちゃん、ジニちゃん、ベイちゃんが出演したとされています。はい。で、JIP のね、ショーケースに行かれた方のね、感想っていうのも実はありまして、まあ、韓国人の方なんですけど、まあ、マリミの感想も結構あるんですよ。で、これ早くね、聞いてほしいんですけど、まあ、この感想はちょっと長くなっちゃうんで、次の、またね、次にまとめた動画で、 ちょっとと発表ししようとして今回はエンミックスのねそのショーケースの時の感想っていうのをちょっとまとめた方のはいちょっとね皆さんにお知らせしようかなと思います今回このショーケースには、まあ、ダンス歌そしてスター性なの3つの部門でそれぞれ みたいな場面があるみたいなんですけど、まあ、これに参加できるのは多分家族と応募で当たった方の2パターンかなっていう感じで、結構若い学生の子とかが、ね、参加されてたみたいなんですけど、まあ、ちなみにね、こちらの感想は、まあ、あくまでも行かれた方の一意見だと思って聞いていただきたいんですけども、これが全部じゃないし、まあ、違う考えを持つ人ももちろんいるって中で、 まずね、2018年のショーケースに行かれた方の感想の中で、エンミックスに言及しているものは、まずヘウォンちゃんに関して。ヘウォンちゃんは、まあ、ダンスが独特っていうふうに言ってて、で、初めてで目を引いたし、印象的だったっていうふうに言ってました。で、本当は、ダンスのところでちょっと投票したかったんだけど、別の子に投票したみたいな感じで言ってたんですけど、またそれはね、言います。そして、リリーちゃんに関しては、アイドルというよりはもうボーカル歌手みたいな、もう本当アーティスト感が強くって、ダークホース感を漂わせていて、この方はね、 ボーカル投票はリリーちゃんにしたみたいですね圧倒的だったみたい、はい、そして2019年のショーケースに行かれた方を見てみるとヘオンちゃんとリリーちゃんが一緒に歌ったらしいんですけどヘオンちゃんもすごかったしリリーちゃんは本当にそにヒップな感性と音色が合わさって2人の完璧なハーモニーを作っていたっていう風に言ってて。 特にヘオンは前回踊っててびっくりしましたが、今回の曲はもうあなたですっていう風に書かれてるんで、結構ね、もうこの方は多分ヘオンちゃんにも持ってかれてるんだなと思います。なので、結構この2018年、19年どちらもね見て、結構リリーちゃんとヘオンちゃんがかなり練習生たちの中でも目立っていたのではないかなと思います。他のねメンバーたちやっぱキッズの子とかもいるし、やっぱりもともとね有名だった練習生がまあリリーちゃんとか、あとまあ、 チェリョンちゃんとか結構いるので、そういう知ってる子だけじゃなくって、他のね、メンバーにもこうやって言及してくれてるのはすごい嬉しかったですし、これのね、マリミ版がね、もうすぐ出るってさっき言ったと思うんですけど、マリミ版ね、めっちゃいいですよ。やっぱ韓国の方から見たマリミってどんな感じなのかっていうね、ブログあるんですけど、もうこれをね、見たらまた皆さん感動するんじゃないかなと思いますんで、まあ、こちらの動画もちょっと今度出していきますので、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ちょっとね、今回はエ m i x とスと z i の関係について、 ちょっと詳しくまとめてみたんですけど、結構表立って言及してるのはこの前の V ライブぐらいだったと思うんですけど、まあ、細かいところでメンバー同士で、まあ、きっとあるじゃん。まあ、そんなさ、すごい表立って話すような場面がないから話してないと思うんですけど、でもやっぱ練習生時代かぶってたっていうのはもう明らかですし、そこは分かっているので、はい、もっともっとね、これからその事務所同士の絡みっていうのも、まあ、今年ね、JYP ネーションとかあったらいいなと思いますし、どんどん見れていけたらいいなと思いますので、はい、ちょっとよろしくお願いします。そんな感じででこれからもねお日韓国では結構 J.I.P. のアーティストについて結構取り上げていこうかなっていうふうに思っていますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして皆さんのね、感想もちょっと聞いてみたいなっていうふうに思いますので、このエンミッとスと z i についての感想なんかをちょっとコメントに書いていただけたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。